旧下津ケネリカ製造会社のホフマン用旧、下津ケネリカ製造会社レンガ用は、栃木県下津賀郡の木町野木にある近代海村であり、赤レンガの製造に用いられた設備である。野木町レンガ用とも称する。国の重要文化財に指定されている。明治21年10月、赤レンガ製造のために、下津ケネリカ製造会社が設立された。出資者は、 三井物産の三井武之助、増田隆史、馬越恭平を中心とし、旧古河藩主、土井都市ともや古賀城下の豪商、丸山貞之助らも参加した。初代理事長は丸山貞之助であった。明治22年には、野木村、大手箱で赤レンガの製造が開始される。隣接する旧屋中村では、原料となる良質な粘土が産出し、重い川、渡らせ川の水運により、 製品輸送も容易であったため、レンガ製造に適した立地であった。当初、赤レンガ小西用は上り釜一基だけであったが、明治23年6月10日に、ホフマン式林用と呼ばれる、当時最新鋭のレンガ用が完成し、続いて、明治25年には、同じホフマン式の西用が完成して、赤レンガ製造が本格的に開始された。このうち、 ホフマン式の東洋が現存している。西洋は1923年の関東大震災で倒壊した。明治26年、株式会社に移行して、社名を下付ネリカ株式会社に改め、理事長は馬越京平に交代した。赤レンガの生産量は、明治27年には475万個、明治28年には563万個。 明治29年には619万5千個と増大し、以後、大正期、昭和期にわたり、工場や鉄道建設のために赤レンガを供給した。昭和46年、社名を株式会社シモレンに改め、昭和47年に、需要の衰退により、赤レンガ製造販売が中止された。昭和54年2月3日現存していた、ホフマン式の東洋が、 国の重要文化財に指定された。旧下付けネリカ製造会社のホフマン用、ホフマン式リン用は、16個の釜をリング状に並べた連続焼成用である。焼成中の釜からの熱風を全工程の釜に送って、素地レンガの乾燥に利用すると同時に、5工程の釜では、レンガを冷却するために取り入れた外気が温まるので、これを焼成中の釜に送る空気として利用する。 時間が経つと、火を入れる釜を時計回りにシフトさせ、半永久的に運転することが可能である。熱の利用効率が高く、大量生産に適した設計となっていた。和洋の容量は1機あたり28万8千立方メートルであり、通常は1用あたり1万4千個、全16洋で約22万個を調整することが可能である。1年間では、 和洋一基あたり約450万個の焼成能力があると考えられている。焼成温度は約摂取鮮度、燃料は粉炭が用いられた。粉炭は常磐炭鉱のものが使われた。煙突の高さは約34.67メートル、和洋の周囲は約100メートルである。窯はイギリス済みのレンガ造りで、屋根は鉄板武器とする。 釜内部は高さ2.8メートル、幅3.3メートル、平面がドーナツ型のトンネル状をなし、天井はボールド型である。外壁には16カ所にアーチ型の出入り口を設け、内壁下方には16カ所に中央の煙突に通じる沿道を設ける。用内は16室に分かれるが、室間に隔壁はない。 釜の天井の上部には幅5.6メートルの床面がドーナツ型に巡り、その外周には高さ1.1メートルの強壁がある。この床面の内縁と外縁には燃料の運搬用のトロッコのレールが一周する形で付設され、これらに挟まれた床面には一面に灯台港が配置される。釜は百七十九年に国の重要文化財に指定され、ダンパー十六個が 不指定となっている。昭和26年には、全国で50基のホフマン式林用が存在したとされているが、現在は4基のみが残されている。本林用もその一つであるが、ほぼ原型をとどめており、最も保存状態が良い貴重な遺産として評価されている。一方で老朽化が課題であり、2001年には、下連が修復に着手したが、経営破綻のため中止された。 2006年に野木町が施設管理者になり、2011年7月から2016年5月まで野木町が主体となって修復工事が行われた。2016年5月10日に野木町交流センター、野木ホフマン館としてリニューアルをオープンした。近隣にある山加古と共に野木町連画用ハート池として恋人の聖地に認定され、 2017年5月31日に青山セントグレース大聖堂にて名板の授与式が行われた。翌年には敷地内にハートのモニュメントが設置され、その除幕式が4月28日に行われている。下付けネリカ製造の製造したレンガを使用して建設された主な建築物には以下のものがある。改修工事期間には7月下旬の ひまわりフェスティバル開催時に、レンガ祭りと称し、特別公開の場を設けていた。ありがとうございます。